皆さん、こんにちは。のぶこ鉄道名へようこそ。今回は、ちょこっと動画大中断ということで、サクッとした感じの動画をお届けします。路面電車として走る番電は、以前、動画として取り上げていますが、今回は住宅街の中、すぐ目の前を走る番電の電車を撮影しました。すぐ目の前を、かすめるように走る番電の姿を、どうぞご覧ください。この距離が近いです。この物理的な距離の近さはローカル私鉄特有なのではないかと思います。そしてこの近さが人々に親しまれる理由の一つなのではないでしょうか。街に溶け込んで番電が走っている風景は地元の人たちにとって当たり前の日常となっているように感じました。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。